えー、EMC でアイシロンのシステムエンジニアをやっております天野と申します、えー、今日はですね、えー、このインタビューに向けまして新しい OS そして新しいハードウェアを、えー、発表させていただいております、えー、具体的に言いますと今、えー、クラウドを検討されているという方がいたりオンプレミスのままいけるかななんていうことを考えている方がいらっしゃいますがこのアイシロンでは新しい OS 出しましたこちらの方におきましてクラウドとそして、えー、アイシロン を連携させるという機能が追加されておりますこれによってクラウドをですね気軽に使ってみたりそしてオンプレミスで使ってみたりということがこのアイシロン一つで可能になっております そしてもう一つですねハードウェアという部分におきましてはこれは日本初上陸となりますけれどもこちらの HD400 という機種がですね NAB= アメリカ国際放送機器定以来の展示となっておりまして日本初上陸ぜひともこちらご覧いただきたいなと思いますそして X210 という筐体も新たに出しておりますのでこちらもお願いいたしますそして最後になりますけれどもグラスバレーさん とエディウスにおきまして動作検証を行いましてグラスバレー推奨のエディウス用ストレージとしてエディウスアイシロンというものも今回合わせて発表しておりますのでご覧いただければなと思います。ということで3日間ですねありますのでぜひともよろしくお願いいたします。